5万ガルドを超えました。いい？千里の道も一歩からだよ。今、私いいこと言った。でね、真面目に返したおかげでマックスバードまでの移動が許可されました。いいペースで返済できてるじゃない。これってなかなかできることじゃないよ。ルドが褒められてるよ。うんうん、さすがユリウスさんの弟。ユリウスさんを探してる人がいるんだよね。誰なんだろう。よし、ということで、借金の返済やりましたので、マックスバードへの移動制限が解除されましたと。そう、それユリウスさん、お兄ちゃんだよね。を探す人物が誰かっていうのを探しに、マックスバードっていうところに行こうと思います。はい。あれね、レベル上げとかやってきた。なんか私ね、単純作業好きみたいだわ。エレメンタル、コアだっけ？あれね、なんか黙々と集めてて。でね、なんかまあレベル上げとかもちょっとやったんだけど、スキルがね、めっちゃ覚えた。スキル。ほら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 。こんな感じ。あと技も結構たくさん覚えたかな。はい。術技も。ほら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 。やばないやばない。めっちゃ、なんかでもね、無心でやってたわ。無心で。こんな感じ、アルビンは。で、ルドガーがこんな感じかな。うん。なんか好きな配信者さんの配信のタイムシフト見ながらとかで、なんかずーっとね、エレメンタルコアを集めてたら結構育ちましたね。では、列車に乗って、あ、ちょっと待って、これ大事、これ。はい、エレメンタルコア。これを集めてね、術技とか、スキルとか覚えたりするんで。よし。じゃあですね、列車で行こう、列車で。テレグラフでいいか。よし。あ、なんかルドガーになってる。あ、リーダーが変わってる。へえ。よいしょ。なんかメインストーリーに関わるところは全部ルドガーになるのかな。こうなんか裏でレベル上げとか、なんかメインと関係ないところだといろんなキャラ使えるようになるのかな。そうそう、私エリーゼ使ってたんですよね。レベル上げとかエレメンタルコア集めるとき。よし、トリグラフ中央駅、ここから行くぜ。あ、ここで、あ、行けるね、マックスバード駅。では行きましょう。はい。ここも完全新マップだよね。お、来た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 。今のうちリーゼ牧者の土地に壺をつけられたら一儲けできそうだ。いやいや冗談だわ、そんな怖い目で年寄りを見えてない。あ、ジョドだ。一体何が。たった1年で大陸からここまで橋を架けたエレンピオスの技術は最高だと思っていたんだが、シェルの跡を見て驚いた。あそこに精霊が作った世界を追う次元の核があったんだよな。精霊は人間をはるかに超える力を持って。あ、そうそうそう、なんかね、消失したなんかシェルが見られるらしいよね。ちょっと見たいよな。シェルラインをまたぐ街、マックスバードへようこそ。ほう、あれかな、リーゼマクシアとエレンピオスの文化が混ざる街って感じですかね。まあ、言うなればトルコみたいな、アジアとヨーロッパのなんちゃらみたいなね。あれが列車の時刻表ってやつか。テレグラフに行きたいのがどう見ればいいんだ。エレンピオス人に聞くのもなんか違う。もうそういうのが良くないよね。おお、時刻表。またくローエン最初のエレンピオスビーチも大したもんだと思うね。おお、ローエン、ローエン。あの人のチアス政策は極端すぎる。私は慎重派のガヤスを支持するよ。そう、やっぱりね、こう国政とか軍の方に戻ったんだよね、ローエンはね。ちょっと寂しいけど。リーゼマクシアの料理を売ってるのか。お、ブウサギカツサンド。ここは売店。あ、料理も売ってる。
待って、なんかアイテム買ったか。あ、オレンジのみが全然ないんだけど。ていうかお金が全然ないな。まあ結構返済してたからな。まあいっか、ちょっとお金が貯まったタイミングで返済せずにアイテムを買おう今度は。さて来たぞ、もうマックスバード焼き。え、あ、すごいすごい。あ、でもなんかいいね、こうなんか水族館のさ、あのトンネルあるじゃん。あんな感じ。あ、ちょっと待って、エリーゼエリーゼエリーゼ、ちょっとティッポしか見えないよ。ティッポしか。あ、いでいでいで、かわいい。お姉さんっぽくなるにはどうしたらいいんでしょう。かわいい。いや、今のままで十分だよ、あなたは。マックスバードはエレン・ピアスとリーゼ・マクシアの交流と交渉を目的に建設された特別区。両国の微妙な政治バランスの上に成り立つ街だ。くれぐれも問題を起こすなよ。ほう、まだ緊張状態なんですね。あ、エレン港ホテル。ほう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 。あの裂け目の部分にシェルがあったのか。つまりここって1年前までは世界の果てだったのね。あ、なんか見えるね。違う違う。あ、これ電線だったわ。これこの氷河みたいな、あれかな、氷河というかなんか氷、流氷みたいな感じの、あれが跡なのかな。おー、あ、これチュートリアルおじさんか。よいしょ。あ、クエスト斡旋状なんかないかな。猫とかいないかな。奥も行けそうだけど、なんか建物とか見たいですね。マックスバードのお楽しみって言ったら、なんつってもスピードクエストだよな。もしまだ体験してないなら、あれは一度やってみよう。スピードクエストなんだそりゃ。あっちがリーゼンマクシアか。今見てもなんか信じられないな。だってちょっと前まで向こうには何もなかったんだ。そうなんだよね。あっちに見えるのがリーゼンマクシア。いや、これなんかトンネルか何かで繋がってるんでしょうかね。すげー。この記者のお姉ちゃんが食えた飴すごく美味しかったな。リーゼンマクシアの飴なんだって。記者のお姉ちゃん、お姉ちゃんユリオス見つかったかな。なんて下の声だガキだ。つうか主食下までケチつけてる。何をやってんの。あー、いや、まあなんか言ってたよね。なんか変な人がいる。あ、あ、ちょっと待って。あ、レイワじゃん。あー、いた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 。ちょっと待って、ここだとメインが進んじゃうわけね。なるほど。ちょっと待ってよ、探索してから話しかけよう。レイワになるんですけども、ホテル、まあ、宿屋で変わりないと思いますが、不平等な条件でも今のうちにエレンピオスへの商業ルートを作ることに意味があるんだ。うんうん。この町の商人の方々はどなたも野心家で、正気に荒々あふれていて面白いです。ほうほう。あ、いた、アルビン。やっぱりいますよね。アルコナーのやつら、あさりヘリオ防具から撤退しやがった。実害よりも自分たちを存在と主張を世界にアピールするのが目的っぽいな。そうみたいですね。ジルニトラ級は最、あ、ジルニトラ級は最高級の豪華客船として3隻建造されたのが、1番艦ジルニトラは処女航海で消息を絶ち、2番艦セマルグルはドボール海の、隊長に巻き込まれて座礁、廃棄されてしまった。でも3番艦のペリューンは、そのへぇ、エレンピオスの隊長を抱えてるけど、へぇー、わぁ、ほんとアルビンかわいそうだな。処女航海に乗った船でとんでもないことになってできちゃったわけでしょ、リーゼマクシアに。でも3隻あるんですね。あ、シャルーダ・エッコー橋なんて言うんだろう、エレンコー。本物に似せた贋作が市場に出回ってるって聞いたけど、この品物は本物かしら。どっか見下すのは良くないよな。お互いの文化をやっぱりね、尊重しないといけないと思う。
新時代は結構だけど和平条約じゃ関税自主権を求めるらしいじゃないか。俺は反対だね。資源安く仕入れ製品を大量に売る絶好の市場ができたってのに。イゼマクシはうまく制御することがエレンピオスの元の国益だろう。漁船協定、和親条約に続いてもうすぐこのマックスバードで和平条約が締結される。これ本格的にエレンピオスとリーゼマクシアの新時代が幕を開けるんだと。あ、すごい、こうなってんだ。だから崖みたいだね。ここにあったシェルに使われていたマナが今エレンピオスを満たしてくれてるのね。おかげでジンを使っても精霊が死ななくて済む。もちろんそのマナを使い切ったら世界の破滅が決まってしまう最後の猶予なのだけど。そう、そう猶予をくれたのがミラたちなんですよね。あ、どうにかしないといけない。時間は有限なわけですよ。リーゼマクシアとエレンピオスは互いに領事裁判権を設けている。これは当事国が在留外国人の事件に対して裁判権を持たないということ。そう、だからあのリーゼマクシア人がエレンピオスで事件を起こしてもエレンピオスで裁判はできないって話ですね。現在の政情と国民感情を考えれば致し方ないが、いずれは回復しなければならない権利だ。なるほど。リゼマクシア製の武器や防具の素早さに驚いたの。おそらく素材となる鉱物の質がいいのだろう。職人が技を尽くした遺物も多い。領事裁判権でややこしいよな、ほんとな。そう、エレンピオスで事件を起こしてもリーゼマクシア人だったらエレンピオスの法律が適用されないんですよね、領事裁判権。ここは装飾品か。エレンピオスの経済には学ぶことが多い。エレンピオス反感を持ってるやつも多いが、これはリーゼマクシアを強い国にするためにもいいものは。そうそうそう、私もどっちかというとね、そういう考え方なんだよな。リーゼマクシアの織物は色彩が豊かで一部の愛好家に結構な高値で売れるんだよ。これを安く仕入れられれば商売で一山当てられそうだぜ。そう、まあなんか最近で言うとあれかな、なんだろう、アニメとか漫画の実写化まあ、話題になったじゃないですか。あ、ここはお天気がいいと橋に虹もかかるし、変わった、もう海鳥さんも遊びに来てね、特産品になってるの。ほほほほほ、約束のネバーランドだっけ。ここはマックスバードのディーゼコーか。ここ後で見よう。実写化でなんか、まあ案の定あんまりね、いい評価っていうか、あのいい話は聞かないですけれども、まあ、私はね、あのやっぱりキャスティングから、あのどうしてこうなったのかっていうのを考えると、やっぱりなんだろう、新規層を広げるためにやってるのかなって思ったね。じゃないとあの話題の俳優さんとか使わないから、本当にその俳優さんからその約束のネバーランドっていうのを知って、で新規の、原作ファンだったりが増えればいいなっていう意図で制作することにしたのかなみたいな。やっぱりね、私も動画作ってる身としてはね、今まで接点のなかった、コンテンツをその俳優さんとか自分の好きなものだったり好きな人をきっかけに知ってもらえるっていうのは嬉しいんですよ、私の中では。いやね、ものを作って世に発信してる人って誰もがそう思うことだと思うんですよね。だから私は頭ごなしの批判はできないなっていう考え方ですね。あ、ちょっとなんか脱線したわ。ということで本編進めていきましょう。やれや、よし、メインチャプターいきましょう。はい、よし、路地裏に潜む魔。怖くないよ、こっちおいで。かわいい。怪しいものじゃないですよ。何してるの、レイヤ。なんか袖のポンポンとかもかわいいね。よ、久しぶり。エリーゼ、アルビンも、ティポンもいるよ。うーん、猫と遊んでるの？じゃなくて、事情があってあの子を捕まえなきゃならないの。レイヤ、新聞記者になったんじゃなかったっけ？おお、記者さんだから事情があるんだってば。じゃあ、俺が捕まえてやるよ。
構気性の荒い猫ちゃんですね。ユリウスゲット。ユリウス？あ、そう、この子の名前。猫かよ。ユリウスニャンスタンティン三世。ユリウス。ニャンスタンティン三世。ずっと探してたんだよ。ユリウスを探す人物ってレイヤだったのか。こんなオチとか。クラン社の情報は当てにならなくね。あらら、助かったよ。うちのスポンサー様の猫なの。この人はルドガー・ウィル・クルスニク。L は L、 あとルル。よろしくね。私レイヤー・ロランド。レイヤーってジュードが電話してた幼なじみ？そう、ジュードの幼なじみ。彼女じゃない。あなたの妹さん？エルってあなたの妹さん？全然違う。これどうしよう。似たようなものかな。あ、ここはね。似てないです。エルとルドガーは金銭的な関係だし。誤解だって。ん？レイヤーは猫を捕まえる人？違う、新聞記者。真実を追求する誇りある仕事なんだから。ねえ、何か列車テロの新情報入ってない？あの事件は謎だらけだよね。フランスピア社のエリート、ユリウス・ウィル・クルスニクが指名手配されて。ユリウス・クルスニク？また面倒に巻き込まれてる？かなり大事件っぽいです。でもルドガーは。分かってる、ジュードの友達だもんね。行こう。行くって？ドボール、腕利きの情報屋を知ってるの。私の顔でつなぎつけてあげる。次ドボールに行こうか。頼もしい。ありがとう。わーい。さっきの猫さんは？あ、ユリウス。しまった、逃げられた。せっかく捕まえたのに。なぬなんだと。あ、あれでもレイはまだあれか、メンバーに入ってないのか。なるほど。ちょっと待って、猫が帰ってきたから。いい感じ。なかなかあれだな、ここ埋まらんな。マックスバードも増えたしな。じゃあもう一回トリグラフ。よし、16匹で。そう、猫派遣ね、何気大事だよ。あのアタッチメントとかゲットできたりするから。あばあ、じゃあドボールに入らないといけない。見た時ある。黒いメガネの人。どこにいる？え？黒いメガネの人？あれ？あ、イベント。あ、イボル。束縛される生活に嫌気がさし、自由を求めて旅に出たと。気持ちはわかんだ。浮世の風は冷たいぞ。あ、そうか、今の動物の言葉わかるってね、前作で言ってたね、ミラ。なんとか三世と喋ってる。ほら、その子を捕まえて。ね。ああ。見たか、ルドが。猫もまっすぐらに逃げ出す新装備だ。お。ありがたく受けるのがいい。来た来た来た、3つ目。使い方は分かっているんだろうな。お、マジ？ということで3つ目の武器です、ハンマー。はい、渡したハンマーを構えるがいい。お、オッケー。
同じ操作を行うたびに双剣ハンマー銃双剣と切り替えられる。はい、エロを押しながら R2 を押すと逆順に。これちょっと大変だな。ハンマーはリーチの長さを生かした広範囲への攻撃に長け、敵に囲まれた際に進化を発揮する。敵のガードや後退を崩し、いいですね、後退崩しやすい。ハンマーのコツを教えてやる。それはフルパワーだ。いて、甘いぞ。この人、お前でかっ。お、いいね、いいね。アッパーライス、最下トリス。あ、すごい、守護本人みたい。すごいすごいすごい。そうなるで。なんのこれ、練習。オッケー。ルドガー意外に力持ち。お餅食べたいな。あ、いいね、餅つき。お餅食べたいなって。あ、またゲットしたぞ。いいねいいね。なんか成長した。わーい。あ、なんか一気に増えたんだっけ。あ、マギカブレーデとかやだな。レーズであるな、技。はい。おほほ。基本は分かったようだが、一つ言っておく。街中で遠慮なく振り回すな。なんだこの顔。人の迷惑を考えろ。ニバル、エレンピオスで働いてるんだね。猫、どうするの？俺が捕まえといてやるよ。ここで商談の約束もあるし。あら、アルビン得意そうですもんね。どんなイメージだよ。あ、ヒポを餌にすればすぐ捕まるかもな。もう二人でどっか行け、もデートでもしてろ。もういいよいいよ。どうしてそういうこと言うんですか？じゃあ二人でお願い。あ、ナイスレイヤー。ティポを餌にはしないですよ。よしよしよし、ドボールに。あ、いこいこ、もうナイスレイヤー、もう大好き。よし、お、来た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 。どうしようね。あ、ちょっと待って。あ、そっかそっか、二人抜けたから今三人パーティーなのか。なんかレイヤーとのリンクアーツでハンマーとか使えそうな感じあるよね。ちょっと見てみよう。ちょっと待ってよ、これハンマーか。ちょっと相手順で見るわ。あ、ゴールドカッツ。あ、すごい、これちょっとエリート戻ってきたら使いたいわ。ゴールドカッツって、私すごいディタの印象あるんだけど、ベスペリアの。すごい、ついにエリーゼもで、まあ2人のリンクアーツだけど。ティポプレッシャーとソートラルデって技か。なるほど。あ、ちょっと嬉しいね。あ、シャッフルアウェア。あ、なんかハンマーでいろいろあれだな。エリーゼとのリンクアーツめっちゃ増えたな。すごいすごい。これレイヤーか。流星図ヘブンズレポート。おお、やっぱあるね。柔道は、なさそうかな。すげえ、めっちゃ増えたわ。あ、ハンマーあるね。ガリューレッカ、サイカトリス。ふん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 。いや、これはな、ちょっとルドが使うの楽しいだろうな。よし、じゃあ今回はここで終わりにしようと思います。じゃあ次回はそう、ドボル駅でね、レイヤーの知り合いの情報屋に会うということで、そこをやっていきましょう。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。情報屋と連絡ついたよ。お、ナイス。ドボール駅で待ってるって。はーい。お、ちょっと待って、これだけ見るか。あ、どうしよう。まあいいや、次回にしよう。はい、お疲れ様でした。また次回。